はい、どうもガスインです。今回はですね、対戦動画とかそういうのではないんですけれども、めちゃくちゃ俺が上達したメモの取り方っていうのを紹介したくて、今回動画にさせてもらおうかなと思っております。よろしくお願いします。で、めちゃくちゃシンプルなので短い動画になると思うんですけれども、ぜひね、あと半年ぐらいで終わってしまうストリートファイター5なんですけれども、これストリートファイター6、6月2日に発売かなのストリートファイター6でも使えるような、メモの取り方なので、今からでも遅くないので、マジで嘘だと思った人こそ真似してほしい。本当にめちゃめちゃ簡単なので。で、どんなメモの取り方かっていうと、まずはですね、これを見ていただきたいんですけれども、これ、だいぶ数年前かなに撮った竜の対策メモというか、攻略メモというか、まあ、ちょっと他の人に見てもらいたかったっていう、まあ、記事的な感じで書いたやつなんですけれども、まあ、もちろん、数年前というか、1年以上、2年以上前なのかな、のメモなので、情報ももうだいぶ体力が1000とかスタンが1000とか、そういうのも間違えてるところもあるんですけれども、これね、マジで非常に良くないメモ。何が良くないかっていうと、これね、もう一生見んでしょ、これ書いたところで。誰がこんな長いメモ毎回毎回見るのっていう話で、絶対そうじゃん。で、いちいち対戦前にパッと見てさ、こんなのをさ、読んでられないし、良くないのよ。まあ、一回こう文字に起こすっていう、その時のその瞬間はすごくいいかもしれないんだけれども、実際対戦で生きてますかって言われたら、まあ、意識的なところでは、もしかしたら役立ってたのかもしれないっていう感じはあるけれども、頑張ってこうやっていっぱい文字起こししたところで、何もね、なんか、こう実感が湧くようなメモにはなってないというか、あんまりだからこう自分の成長につながってるなって感じはしないメモになっちゃってるんですよね。で、これまあ自分が書いたあれなのでめちゃめちゃディスってますけど、まあ他の人もね、好きで書いてるのは全然もちろん大丈夫だと思うんですけれども、こういうメモじゃなくて、もっとね、ちゃんとしたこういうメモっていうのを書いてほしいっていうのがあるので、今それを見せます。もうこれ一択なのよ、このシンプルさ。もう自分にしか分からなくてもいいぐらいシンプルな。まあ、これ星のマークつけて、例えばできてないところ、よく忘れちゃうところ、覚えてたのに忘ればこれあったなっていうところこそ対戦前に予習しておきたいんですよね。だから例えば、まあ自分はもう最近こういうメモを見なくなっちゃったんだけれども、今もストイックに LP 上げたいとか、スト5が終わるまでに、昇格したいとか、そんな目標がある人、はマジで参考にしてほしい。で、このメモの何がいいところかっていうと、対戦前にパッと見て、あ、そういやこれあったからこれやってみようっていう課題を持てるんですよね。だからこのメモを例にすると、例えばできてないところ、仲裁室用に2台 P 置く、あ、そういえば仲裁室用に2台 P 置くっていうのをメモしたなっていうのも思い出せるし、バックステしたところが狙いどころなんかっていうのも、まあ、対戦が始まる前にチェックできるし、で、遠距離は強灼熱を使う。強灼熱を使うとムーンを撃ってくる可能性がある。っていうのも課題としてできますよね。その、いざこれから始まる対戦に向けて。なので、こうやって箇条書きでいいので、前捨てしてソニック見てから中竜巻。これも頑張ってみようと。あと、ジャンプジャック系使う靴中 P 対策。ああ、そういえばこういうのもあったよなとか、ナッシュの靴中 P の対空対策としてジャンプジャック系結構有効だから、これも取り入れていこう。あとは V リバー読めたところはコパ投げにしてみようとか、これもこうパッと見るだけでその時の対戦に生きるでしょ。なんかすごくいいので、みんなもぜひ真似してみてください。で、他のメモもあるので一応こんな感じで書いてますよっていうのを、置いてみます。で、まあ、これがバルログ対策。ということで、まあ、俺も久々に見たから、ちょっとどんなん書いてるかっていうのはあんまり分かってなかったんだけれども、試したいことっていう星のマークつけてさ、試したいことって書いて、爪持ち時、玉抜け V スキル野郎には、ちょっと口悪いけどね、野郎には、強玉後、入れ込みでいいからダイヤし置くとスカリを殴れたりするかも。ああ、はいはい。これね、これ、爪がもし、玉抜けの爪がスカった場合はダイヤしで殴れるから、もう弾打っちゃったんだったら、相手の爪がシャキーンが見えたらもう台足を押しちゃうっていう対策ですね。そしたら、相手がミスに対してこちらリターンが取れると。
あ、じゃあこれ、俺これ今ちょうど記憶なかったから、また今度ね、バルログと対戦するときには生きるんじゃないかなと。まあ見れば生きるってことですよね、だから対戦前に。で、適当に膝に技仕込んで体育見る。まあこれはバルログの爪対策かな。チクチク、タッチ中 P がうざいので、まあで、その硬直に飛び刺さったら、まあしゃあなしと。こっちもリターン求めてる行動を取って、相手にリターン取られちゃったんなら、まあしゃあないかなっていう感じかな。で、画面端、靴大 P、EX バルセに天破もしくは空対空。はいはいはい。まあ画面端でよくね、EX バルセを打ってくることがあるので、EX 表ね、表ってやつ。それを打ってくることがあるから、まあ空対空とか、端に寄られたら、まあしゃがみ大パンからもしかしたら来るかもっていうのを。まあ今はね、なんか新しい技追加されて裏からめくってくるから、そっちをね、追加してメモしたいんだけれども、まあでもこうやってパッて見るだけで、あ、そういえばこれあったからこれやってみようっていう気になれるじゃないですか。だから皆さんも、リプレイね、1日1個でいいので、何個も負けてるリプレイ見るのって本当に辛いから、1個でも2個でもいいので見て、次にバルログと当たった時とか、次にラシードと当たった時とか、次にカリンと当たった時に、これだけはやっていこうっていうメモ一つでもいい。これ今3つ俺書いてるけど、まあ下にもいろいろバーっとあるかもしれないけど、特にやっておきたいのを一番上に書くっていうのがすごく重要なので、皆さんもね、こういうメモの取り方ぜひ真似してほしいです。もう一つだけじゃあメモ、見せていこうかなと思います。まあじゃあ次がこれ、いぶき対策なんですけれども、これ最後のメモにしようかな。いぶき対策に関しては、まあ、やっていきたいこと、星のマークつけて、やっていきたいことって、これ、まあ、全部俺、ちなみに iPhone のメモなんだけど、iPhone のメモを使ってるんだけれども、まあ、携帯だからね、パッと見れるから、すごくいいかなと思ってやってるんだけれども、まあ、やっていきたいこと、まあ、試したいことと一緒っすよね。で、起き上がり、遅らせ、中パン混ぜる。バックスゴミだから。あ、これは、いぶきのバックステって結構弱くて、遅らせ、中パンすると、そのバックステを着地、バックステに、対して地上ヒットさせることができたりとか、まあそれをちょっとやってみようかなっていうので書いてみてるメモで、まあ俺もこれ忘れてたから、また今度ね、いぶきと当たるときはちょっとやってみようかなとも思いますんで。で、次がトーンメックスチューピーガードをスキル使ってる人用で、チューピー灼熱やらかまち、こっちが遠目の技ガードさせたときに、いぶきのスキル1かな、スキル1、巻き菱じゃない方のスキルね、なんかちっちゃい波動拳みたいなの打ってくるやつ、あれをすごい打ってくる人、技を先端ガードしたらあれを打ち返しで打ってくる人がいるから、まあ入れ込みで灼熱打っちゃう、もしくはこっちが先端で技をガードさせたら羅漢で待つっていうのが対策だっていうメモだと思います。まあこうやってパッてわかるから、目に入れた瞬間にもうガードスキル羅漢灼熱っていうこのなんか単語あるだけで、はいはいはいってなれるような、自分で分かるようなメモにしてるっていう感じがすごく分かりやすくていいんじゃないかなと。で、まあその他も膝先端から歩かずに大ピー入れ込みが結構盆栽に神垢も取り入れて、まあこれちょっとよく分からんけど、なんか膝先端ガードさせてどのこうのするんじゃなくて、そのまましゃがみ大パン押せばこれ V スキルとか台形とかね、いぶきの前台形とかに噛み合うんじゃないかなっていうので、まあこれもやってみようかなっていう意味で書いてるのかもしれない。で、遠目飛びのには空中 EX くらい意識して垂直置いたら後ろから、まあそうだね、これもメモ見た通りで、まあこれ対戦前にパッと見るだけでマジで役立ってると思う。今は見ないけど、今はそんなね、向上心っていうのはもうすぐ終わっちゃうゲームだからないけど、一応みんなにはね、こう目標の LPに達成してもらったりとか昇格してもらったりするのが俺の目標でもあるので、皆さんもね、こういう感じのメモをね、ぜひ真似してやってみてください。本当にね、これすっごくいいから、このメモの取り方、みんなもね、ぜひこれをやってみて、よかったと思ったらいいねを押してくれれば嬉しいかなと。まあチャンネル登録もまだしてない方は、もしやってみてよかったらその時にチャンネル登録してくれればすごく嬉しいかなと思いますので、まあこんな感じですけれども、今回締まりが良くないですけれども以上となります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。